はい、こんにちは、堺ギタースクールです。今日はですね、もっと軽く弾こう、もっと軽く弾こうよっていう、そんなお話。一生懸命になればなるほどね、ぐっと頑張んなきゃとか力が入ってくるみたいに、なってはいくんですけどね。その気持ちはよくわかる。でもまずもう本当にね、なんかこう軽く弾くっていう感覚を少し身につけてしまってもいいんじゃないのっていう、そんなお話なんですよ。で、例えば大きな音を出したいって言った時に、ぐっとなんかもう頑張って力で音量を出そうとする人、いると思います。でも力を入れたところで音がでかくなるっていうね、本当にそうなのかっていう、力を入れれば、例えばね、何デシベルみたいな音の大きさ、もう単純なその音の大きさ的には大きくなるかもしれないんだけど、それって別に音楽的な音の大きさとイコールではないよねっていう、音の大きさって軽く弾いてるところでのこうね、指を振り抜くスピード感だったりとか、そういったところに結構ね影響してたりするんで、まずはとにかく軽く弾こうとした時に軽く弾けるっていう、その感覚を少しつけておきたいよねっていうことです。音量も大きな音出そうなんて思わなくていいから、軽く弾いてみる。左指も軽くセットしてるから、瞬時の動き、瞬間的なポジションチェンジやりやすくなるし、これが力入ってグッと力入れると、指離したくてもなんか離れないみたいなね、そういう状況も起こってくるんで、ポジション移動も忙しいというか、もう間に合わないんで変な間が空くとか、そういうのも起こりやすいですよね。で、どっちかに、左右どっちかに力が入ってれば、もう片方にも力は入るもんだと思ってください。片方は力入ってるけど片方力が抜けてますなんてことはないんですね。片方力が入ってます、こっちも力が入ってますっていう、だいたい片方に力が入り始めるともう片方にも力は入ってくる。なので全体的に軽く弾いてるっていう感覚を、身につける。常に軽く弾き続けましょうっていうお話じゃないんですよ。だけど軽く弾ける人、弾ける人というか軽く弾けるかどうか、軽く弾くことができるかどうかっていうのは大きい問題で、人によってはね、もう軽く弾くっていうことが何なのかがよく分かんないという人も多いと思います。もう常にグッ、なんかもう常に頑張ってる、音量的になんか大きい音は出てるかもしれないけど、いい音として出てるわけでもないし、
通の音階も軽く、別に軽くだからヘナ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 って当たりましょうねっていう話をしてるんではないんです。しっかりとタッチはね、いいとこに当たってるかなとか意識はしたいけど、でもしっかりセットができてしまえば、あとは軽くスッと開放弦の時には手がブラーンフンと落ちちゃうぐらいの軽さ、そういう軽い感じ。結構大事なんですよ。で、それで例えば曲を弾いててね、軽く弾いてるから、軽くするとなんかもう音がビリついちゃうよっていう、でもそんなことがあってもまあいいかもしれない、ビリつく音があってもそれをビリつかないようにってグッと必要以上に抑えてしまったりすることも多いんですよね、なので今は軽く弾く時だと思って、もう抑えないで弾くっていう練習をしたっていいと思うんです。開放弦はもちろん抑えてないから音出るけど、どっかポジションを抑える時は音が出るところまで抑えない、触るぐらいにして練習してみるとかね。ルイサの開放弦だけよく聞こえてくるみたいな、で、そういうような練習でね、もうなんか軽く軽く、で必要な力だけがうまくコントロールできるようになってるとね、必要な音がしっかり出せる状態で軽く弾くこともできる。とりあえずなんか話がよく分かんなくなってきましたけど、普段からね軽く弾く、もっと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 軽く弾くっていうところに意識を向けてもいいんじゃないかなっていうぐらい、結構必要以上にぐっとなんかね、もう頑張って弾いてますみたいな状態になってる人って多いと思うんですね、で、まあ、軽すぎるのも問題なんだけど、でも、軽く弾くっていうことに少し慣れておいた方がいろいろね柔軟に動けるようになってくるかなというのはね、とっても感じるところではあるんですよ、ということで軽くふわふわふわんと軽やかな、で音出ないところがあっても気にしないで軽く弾く、で出ない音があったら、まあその時はね、出ない音どのぐらいの力でこの音って出るのかなってチェックしてみていいんじゃないかなと思いますし、出ないからといってあらかじめしっかり押さえときましょうみたいなことをやると必要以上に押さえすぎちゃうでね、注意が必要かなと思います。というわけで軽く弾こう、軽く軽く、普段弾いてる曲も音も抑えなくていいから抑えないで弾いてみたりするのもおすすめです、まあ、この軽さっていうのはいろいろいろんな軽さがあるんであれですけどね、まずはちょっとシンプルに軽く弾くっていう、ちょっと意識を、もっと軽く弾いてみようかなぐらいな軽い気持ちで軽く弾く
軽い気持ちで軽く弾く、うん、やってみましょう。